はい、どうも。おはようございます。競馬 v でございます。今日はさつき賞、パンパンの両馬場になりそうですね。めっちゃ晴れましたね。まあ、昨日のね、雨がどうなってるか、馬場状態気になるんですけど、もう両馬場と、えー、馬場は安定してると、えー、判断でちょっと決めてきました。とりあえず、僕は5番の、えー、ビクティファルス、こいつと、でー、7番やっぱエフフォーリア、もう人気してもカーナーしゃーない。うん。 それと、えー、悩んでたんですよタイトルホルダーをうんこれ人気ないのにええー、のっていう感じやね前回ディープ記念中山で強かったのにねこれ美味しいんちゃうかなとほんで14番の「朝間のいたずらと」とこれもね人気ないんですよね これはちょっと美味しいなと僕は思ってもう悩みに悩んだんですけどももう副兵というかいろんな馬ねステラ・ベローチェとかもうグラティアスレッド・ベローブとか怖いんですけどもあっちゃこっちゃ選んでも仕方ないのでとりあえずやっぱね僕は思った今回絞りきれなかったんですけども4頭で行っちゃおうかなとビクティ・ファルスの池添さんそして7番のエフフォーリアの横竹うんで 13番タイトルホルダーの田辺、14番浅間のいたずらの島田で行っちゃおうかなと、この4頭ボックスのワイドと生まれん、そして3連服を買っちゃおうかなと思っております。はい。えー、自分の予想を信じて、えー、買っていきたいなと思ってますんで、自信を持って、えー、馬券購入、えー、行ってきます。はい。ということでチャンネル登録、コメント、高評価の方、間違いなくよろしくお願いします。はい。また会いましょう。アンタレスステークスももし動画あげたら見てね。 Bye bye, mata na. Ke ba bu bui. Hai bui.